24便でございます。機長は筒井、私は客室を担当いたします牛沢でございます。携帯電話など電波を発する電子機器の使用は法律で禁じられております。機内モードなどに設定をするか電源をお切りください。機内は化粧室を含め全席禁煙でございます。電子タバコなどもご使用になれません。本日は全便の到着の遅れにより、この便の出発も大幅に遅れておりますことをお詫び申し上げます。また本日は大きく揺れることが予想されております。シートベルトは腰の低い位置でしっかりとお締めください。シートベルト着用のサインが消えている間も突然揺れることがございます。お座りの際は常にシートベルトをお締めください。またお膝の上のお子様はしっかりとお抱きください。JAL グループでは新型コロナウイルス感染症拡大防止の取り組みの一環として機内の抗ウイルス、抗菌コーティング並びに客室内の消毒を実施しておりますが、お客様皆様に安心してお過ごしいただくため、飲食時以外はマスクの常時着用をご協力をお願いいたします。またお連れ様同士の会話はなるべくお控えいただきますようお願いいたします。ただいまより非常用設備についてご案内いたします。皆様必ずご覧ください。酸素マスクが出てきた際にはご自身のマスクを外し、酸素マスクを直接鼻と口に当ててください。座席ポケットにございます安全なシャールもご覧ください。それではおよそ40分の空の旅、どうぞごゆっくりお過ごしください。ただいまから機内の非常用設備についてご案内いたします。 May we have your attention as we explain the location and use of the safety features of this aircraft. Please defer to our safety instructions leaflet in your seat pocket. Thank you. まずシートベルトの使用方法について説明いたします。シートベルトを締める場合は左右のベルトについている留め金を差し、機はまもなく離陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。また、座席の背もたれ、テーブルを元の位置にお戻しください。ベルトサイン点灯中はお膝の上のお子様をしっかりとお抱きください。